全身動かすダンベル体操をしていきたいと思います。頭も少し使いながらやっていきたいと思いますので、楽しみながらやっていきましょう。では足は腰幅肩幅ぐらいに広げたら、はい、では手を軽く広げて右左にと揺すっていきます。足は地面につけたままでいきましょう。上半身は少し手と合わせて右左にと少しずつひねりを加えていきます。はい、腰の調子が良かったらそのまま後ろの方まで腰をひねっていきます。はい、 OK です。ではゆっくりと小さい動きに変えていきます。はい、では少しずつ肩を動かしましょう。はい、上下上下にと動かします。はい、余裕があればこの動きを少し足踏みをしながら動かしていきます。はい、では少しスピードアップしていきますよ。1、2、1、2、1、2、1、2。はい、ではこのスピードでやっていきます。ではここからまた肩の動きが変わっていきます。右が上、左が下です。反対、くるっと変えます。反対、反対。ではこれも早くでいきます。1、2、1、2。はい、肩だけしっかりと動かしていきますよ。はい、 OK。 では楽なところで OK です。はい、軽く腕を振って歩いていきましょう。はい、立つのが少ししんどかったら座った状態でもできますので、楽なところで動かしていきましょう。はい、ただ単に手を振るのではなくて、はい、肘を背中側にぐっと寄せながら歩いていきます。はい、ではこの今持っているダンベルですね、このダンベルを前に伸ばします。で引きます。伸ばす、引いて、1、2、1、2、1、2でいきます。ではこの手また少し変えていきますよ。横にも伸ばして引きます。伸ばして引く、伸ばして引く。ではこの手を上にで引きます。顎のラインまで下げましょう。はい、では下にも行きますよ。下、上、下、上。はい、しっかりと動かしていきます。前に戻します。前、引いて、前、引いて、前、引いて。早くでどうぞ。1、2、1、2、4、3。手を横に、1、2、1、2、4、3。はい、手を上に、1、2、1、2、4、3。はい、手を下に、1、2、1、2、4、3。一度手を振っていきましょう。楽に振ります。はい、順番覚えましたでしょうか。ずっと足踏みしてますが、足を止めた状態でも OK ですからね。楽な方を選んでください。はい、私はちょっと足踏みしときますよ。はい、ではさっきの順番覚えたでしょうか。では4回ずつ、各4回ずつですね、やっていきたいと思います。はい、少ししんどくなった方はね、はい、水分も取りながらやっていきましょう。はい、では少しずつやっていきます。4、3。前からどうぞ。1、2、3。横、1、2、3。はい、上、1、2、3。下、1、2、3。 OK、 前です。1、2、3。はい、横。はい、繰り返していきますよ。はい、上、1、2、3。はい、下、 OK。 はい、行きましょう。手を楽に。はい、ではさっきの逆回しはいけますでしょうか。前からではなく下から始めていきます。はい、一度頭の中を整理していきましょう。下、上、横、前でやっていきますよ。
はい、準備できた方から少しずつ動かしていきたいと思います。これも4回ずつやっていきますよ。よっ、3、下からどうぞ。1、2、3、上、1、2、3、はい、横、1、2、3、ラスト前、1、2、2回ずつ、はい、1、2、はい、1、2、1、2、前、OK、歩きましょう。できましたでしょうか。はい、では足を肩幅ぐらいに広げたら、はい、少し休憩です。はい、少し手の方もゆすっていきましょう。はい、じゃあダンベル置いていきます。はい、じゃあ少し手と足をブラ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 とゆすっていきましょう。はい、じゃあ肩もゆすりながら、はい、じゃあ右左にとゆすっていきます。はい、では楽なところで動きを止めていきます。はい、 OK。 では前から深呼吸をしていきましょう。はい、吐きます。もう一回いきましょう。ダンベルがなくても手だけでできる運動になってますので、ダンベルありなしにかかわらずぜひやってみてください。